際結婚を考える会ができたのはもう、1980年ですから、80年ですよね。なので36年ほど前なんですが、で私自身も、どうも在日の男との間に子供はできたものの、一体この子の結婚すると、これって国際結婚なんやみたいな、一体結婚したらどうなるんやろう、もうどこ行っても何もわからないっていうような状態で、いろんな人づてに聞いたら、どうもそういう国際結婚した女の人たちのグループがあるらしいというので、そこへ駆け込んだという状態で知り合いました。ですからまあその時みんな20代だったわけですけど、その時お腹にいた子が大きくなり、きっとその頃には日本は重国籍 OK だろうと、夫婦別姓も OK だろうと、そういうふうに変わってるに違いないと思って、30数年経って良くなってない。つい最近に蓮舫さんの事件がありまして、もうそれはもういじめやと、これいじめやみたいなね。私はベルギーで、ブラジル人と結婚をして、それで2人の子供を持ってたんですけれども、その時に、日本国籍はないっていうことが分かりました。土井たか子さんとかアジア女性、アジアの女たちの会というグループが国籍法改正ということに取り組んでいらしたんですね。でその時の国籍法というのが、それは1980年前なんですけれども、国籍法という法律の中に、ある一文がですね、日本人の父の子、日本人の父の子は日本国籍を得るという、そういう一文があるんですけれども、日本人の母であった私は子供の国籍を継承させることができないっていう、そういう法律だったんです。どういう場合に自国の国籍を認めるのかと、どういう人に自分の国の国籍を認めるのかということについて、大きく分けて、世界中ですね、大きく分けて2つの考え方があります。一つは、ごめんなさい、血統主義と書いてあるんだけど、血統主義、もう一つは政治主義。主にヨーロッパとかアジアの国は血統主義を取ってます。アメリカとかイギリスとか、あの辺は政治主義だと言われてます。特にアメリカはそうですねと言われてます。でただいずれの国もですね、完全に血統主義だけ、完全に政治主義だけっていうのはさすがにしていない。彼女が何人であるか、蓮舫議員が何者であるかっていうことについて、本人のエスニシティとかエスニックの意識、それ二重に所属意識持ってて当たり前だし、私はそういうものとして突っぱねてほしかったと思うんですけど、それとは全く関係なく彼女の内面について問題視し、中国人である、台湾人である、そういうふうに言って流すレイシズムの道具として、この蓮舫議員の重国籍問題があったんじゃないかなと思います。で、小田島という人はですね、この程度のミスをことさらに問題視するのは、つまるところ蓮舫議員というかつて中国籍であった日本人と、初めから日本の国籍を持って生まれてきた日本人を別の日本人として扱おうとする人間であると自らを表明する行為に過ぎない。例えばうちは連れ合いも同じにハーフなんですけれども、見た目がすごく日本人っぽくない人なので、自分から日本人らしさをアピールしないと外人にされてしまう人なので、そういう人がすごくね、日本を好きだよっていうアピールしないとその国に出ないっていうのはよくわかるので、結構やっぱり右のそのミックスルーツ界でも右の人は見た目が結構すごく日本とはちょっと違うイメージの人で、その人らが安子にみんなで行ったりしてるんですよ。私はびっくりしたんですけれども、安子に参拝ツアーとかやっててね、みんなで誰を参拝しに行ったか見たらね、ちゃんと見てたら、クルス・リョウさんっていう外交官の息子さんで、どこの外交官だろう、アメリカ、ドイツだったかな、西洋の方の外交官の息子さんで、まあ、ハーフの人なんですよ、つまり。でそれでなんかで、アメリカと答えないで、なんかで亡くなった人で、みんなでその人は言ってるんですね。だからやっぱりちょっとね、一歩違う愛国者なんですけれども、そういう自分のアイデンティティを守るために、その立場にいる人がいる、その立場にいる人が一定数いることは私はよくわかるので、その人たちともこう喧嘩せずずっと仲良くやってるんですけれども、右だろう左だろうがこれは嫌っていうこと、それは共通してるんですよね。例えば外人って言われるって、もう全部が嫌なんですよ。
それいいっていう人一人もいなかったんですよ。そういうことをすごく参考にしている中で、今回の蓮舫さんのことはみんな嫌がったんですよ。絶対嫌って、こんなアイデンティティをね脅かされるようなこと怖いって、あのすっごい右のね、もう安倍さん大好きでね、もう今の日本の政策これしかないと思ってる人も、この蓮舫さんの件に関しては絶対ありえないってなったんです。